今回はトルティーヤを作ります。トルティーヤはメキシコ周辺で食べられているトウモロコシを使った薄焼きパンです。今回は生地に粘り気を出すためにコーンフラワーだけでなく小麦粉も使っています。無発酵パンなので時間がかからないのが魅力的ですね。コーンフラワーが主体で粘り気が低いので伸ばすのが大変ですね。まな板にひっついてしまいます。チンコ出してマンコはめてよよいのよい、あずっこばっこずっこばっこずっこんばっこん、おなーりいくならパッコラーにあんあん。声に出して読みたい日本語、私に共感できますわ。敗戦国の末路、うふふ、ちょっと終了させてきますね。おいお前ら、こっちは動画撮影してんだよ。ゴミみたいな下品な歌流してんじゃねえよタコが。あ、ちょ、やめてくださいまし。いい年して下船なコンテンツ漁って大騒ぎして恥ずかしくねえのか。痛い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 ですよ。ギブギブ。何より小学生もいるんだぞ。教育に悪いとか考えられねえのかよゴミカスが。一遍しんどけ。お目汚し失礼しました。強火で焼くためにカセットコンロを使います。膨らんできたら押し付けて潰すんですけど、普段はピタとかむしろ膨らませるパンを焼いているものですから抵抗がありますね。上手に焼けました。チリコンカンとワカモレを作ってあるのでタコスにして食べましょう。うなちゃん、トルティーヤ焼けたよ。わーい、お腹すいた。おいしいね。ねえ。